トフィック・クリーエフはアゼルバイジャンの作曲家、バクー出身。幼児から音楽の才能を示していたが学び始めたのは比較的遅く12歳の時だった。1931年に初めて歌曲を作曲し、1934年にバクー音楽院の2つの学科に入学した。1935年から指揮活動を始め、 アゼルバイジャン国立劇場で働くようになった。1938年より民謡、舞踊、ムガームの収集に関係し、その記録はアゼルバイジャンの民族学に大きな貢献を果たした。ウゼール・ハジベヨフによりモスクワ音楽院に派遣され、モスクワではクラシック音楽に加えてジャズのようなポピュラー音楽に造形を深めた。1939年に 初めて国立ポップスオーケストラを設立し、アゼルバイジャンジャズの基礎を作った一人となった。第二次世界大戦で研究が中断されたこともあって、1948年までモスクワ音楽院にいた。その監作局家と指揮科の二つの学科に在籍し、大学院に進んでいる。1954年に指揮者として成功を収め、指揮活動の傍ら管弦楽曲や室内楽曲を、 作曲した。明るく印象的な劇場音楽や映画音楽を書き、また歌曲にも大きな足跡を残している。彼の音楽は特徴的でアメリカのジャズのようにヨーロッパの伝統音楽と民謡がベースになっている。1954年から教育活動を始め、爆音楽院でオペラと還元楽のクラスを担当した。 1958年から1961年までアゼルバイジャン国立フィルハーモニーホールの音楽監督を務めた。創作活動に加えて公的活動にも積極的で多くの賞を受賞した。1969年から1979年までアゼルバイジャン作曲家連盟の初期となり、1990年からその市まで議長の職にあった。 ありがとうございます。